ぐるっと回る感じ。ここが愛用郵便局もあって、って感じなんですね。で、もうちょっと奥まで行くといろいろとまたあるのかなって感じです。ちょっと行っとるやね。まあ戻ってきましょう。ちょっと道変えてこっち側から行こうか。あの東横インが目印ですかね。あっちの方面に向かって行けば大丈夫と。柿打ち橋。熱っ。あれ、俺帽子どこやったっけ。そう、今使ってるこのカバンがね、実は難点が一つありまして、あのノートパソコンとか取り出しやすいように横も。しまった、縦で取ったけど、このカバンがね、そのノートパソコンとかも取り出しやすいように横も開くようになってるんでね、便利だなと思ったんですけど、これね、一つね、諸手の刃、諸刃の刃で、これね、側面がね、がっつり開いちゃうんでね、気が付くとここら辺までね、ガツンと開いたまま歩いとるってこと。今日もね、今スーパー入るときに、あのフレンドマート入るときに、この状態になっとったんでね、びっくりしました。ってことからね、大丈夫かな、落としてねえよな。帽子落としたか、これ。落としだけだったらいいんだけどな。まあ、そういうことは、ただ、起こるんで、これ結構、一回ね、降りちゃうとね、ボトンとね、重みで落ちちゃうんですよね。今、バッテリーとかがガタガタ入ってるんで、その兼ね合いで重たくなっちゃってるんでね。これは、ちょっとこのカバンなんてね、まあ、このカバンで2泊3日分のね、以上のね、一応3日分、ですか、3泊4日分か、今着とる分と合わせて4セットね、着とるんで、それはちょっとオーバースペックすぎるだろうと、いう感じはね、あるんですけどね。さあ、すごい鯉がいっぱい泳いでますね。しまったな、縦で取り始めちまったな。よいしょ。あれ、意外と遠くね。あれ、意外と時間やばくね。あ、違う、この道ずっと行ったらダメっぽいな。この方に向かってかないと。まずいまずいまずい。すごい、すごい起伏だな、これ。横にし直しましたけどね、すごいね、起伏が。こっちで軌道修正できるのかな。今時間見てみてびっくりしましたね。あんまし余裕ないぞ。よっしゃ。いや、やっぱ手ぶれすごいですよね。まあね、その自撮り棒みたいなのね、使ってないですしね、うちの場合。でしかも前にもどっかで行ってると思いますけど、歩くときにね、結構体を揺さぶって歩く癖があるんで、なるべく今抑えながらやってるんですけど、
肩が上下しちゃうんでね、かなり激しめな歩き方なんで、そこのところがね。さあ大丈夫かな、ギリギリ間に合うよな。28分だっけ。まあまあやばい、ギリギリの時間だ。よし、はあ、暑い暑い。このご時世、河原に袋閉じが折ってることなんてあるんだ。フラッシュでしたけどね。いや、不法投棄はダメですからね。あっつー。おっと。駅どっちだ。これさっきの通り前に戻ってきたんか。ここ渡ってるとこ。で、どっから行ったり、あれ、時間やばくね。ちょっと行くか。間に合うかな。よいしょ。よし、やべ、まあまあギリギリになってまった。あれあれ、毎週明るくやな。エスカレーターがねえのか。あ、いいですか。はい、どうぞ。はい、次だっけ、23番乗りだとか。